はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストクール続きやっていきたいと思います。今、地下10階なんだけど、この街に入ってからね、呪文が封印されてるんで、とりあえず呪文の類が使えません。だから、アイテムでどうにかするしかないんですけど、正義のレピアも欲しいな、ね。ここに、鍛冶屋があるんですよ。それで前回ね、ロトの剣、落っこってたんで、錆びてんだよね。これを、どうにかできんのかなと思いますけど、多分材料必要だよね。でも、そうなったちか。お、やっぱり。それはロトの剣。おお、錆びてはいるが間違いない。そうだね。前回あれだね。王者のロトの剣。良いか聞くのじゃ。オリハルコンと赤竜の涙。この二つがあればロトの剣は蘇る。オサの一件が終わり次第、どうか手に入れてきてほしい。この通りだったのに、オサの一件は、それはそうなんだけどさ。悪魔の騎士の鎧って取ったんですよ。だからそれが、あとオサの一件って、そうだね。これが呪われ装備なんか。いや、そうでもなさそうだな。普通に上がるし。長まく。これなんか変な副作用ねえだろうな。うん。いや、オサってこっちだったよね。やり遂げると信じてるわよ。だから前回行ってなかった場所行こうか。とりあえず草薙の剣で守備力は下げれるんかなと思いますし、呪文が使えないから回復しかもないんですよ。で、これ右行ってないんで。あ、ダメか。攻撃にその効果があるのかな？アイドラゴン斬りやばいな。多分こっち、ああなるほどね、上に回ってからだ。ああなるほどなるほど。まあもうあと一本道だね。一本道っていうか、もうあと一箇所しか行けるものがない。祝福の杖2本持ってるのはちょっと大きいね。1本は、まあ、普通にイベントに手に入りましたけど、1個はね敵が落としたんで、まあ、ちょっとラッキーだったかなそれは。これ回復薬落ちてもまずいかな。あ、やっぱり守備力半減した。これがボスに効くかどうかで、ね、なるほど。あのタイミングで草薙の剣なんで入ったんだろうと思ったけど、やっぱそうだよね、使い道絶対あるもんね。硬い敵とか出てくるんじゃないかなと思ったけど、やっぱストーンマンとかも出てくるもんね。だけどまあストーンマンぐらいだったら普通に別に使わなくても倒せるかなっていうぐらいのレベルなんで、あのロトの剣をまずどうにかしないといけない、ね、一本道。回復しながら戦えば間違いないし、あまり倒しきんないんでね、アーサー保険に入れましたけど、結構効くね。アーサー遅いからね、とりあえず今はね。あいつ戦うんだろうな。アーサー必要だよ。
えらいえらい。全開だね。さて行くぞ。調整しながらだね。これなんだ？不気味な像がまがまがしい魔力を放っている。え、何？待って、魔封じの像。あ、うわ、なんて衝撃だ。風間殿、長くは耐えられません。急いで像を破壊しなければ。像だったんだ。とりあえず周りだね。どうしよっか。耐えろっか。なんか眠りのスカウトみたいな感じだな。やっぱ祝福持ってて正解だな。一本だったらアイテム使いながら行くしかないんだろうな。タデキアの種とかさ。簡単な算数だね、ここはね。まあ、後ろの二人はまあ、なんとか大丈夫でしょうって感じ。スラと使った何 SP624 回復する。何それ。え、うわー、やってくれるわ。でも1回だけだよね。あの、まあ、やることは一緒ですね。アイテム使わない縛りでもいいけど、あんま調子乗っててやられそうだから。でもその2人は完全に回復しとこうかな。53切らないし。防御すればいいしね。ここ防御して攻撃するんですよ。1分の1分ダメージ半減するんですよ、ね。まあ、そういうこともできる。でここが攻撃の、ここは防御ですと1分の1分でやれるし、防御でやって後ろ2人回復してもいいし、防御するような感じな後ろ2人って。
から、ホールドードの、入れるんですよ、そしたら。もちろん、とどめさん、その、爆発とか死ぬだろうね、最後。お、いいねいいね。あ、呪文が。本当だ、魔封じの力がすっかり消えている。ふむ、しかし影らしきものはどこにも見当たらなかったが、カズボドの村に戻って詳しい話を聞いてみましょう。あ、戻ってんね。は？マジで？まあ、自力で出るか。じゃあ、ああ、行きはよいよ、帰りは怖い的な。封じられてんもんね。今まで通りは行かないってことだね。ああ、じゃあ、あんま大丈夫だ。ストビン整えやつでまずいな、これはさすがに。大ドラゴン斬りとか別にそこまで必要じゃないけど、吹雪のリング前二人でもよかったんかな。この祝福じゃなくていいもんね。でもね、いいかな。まあとりあえずね、多分怖いの大魔導だ、ベギラモン使ってきたやつ。魔法使えない時の方がね、便利だって。これエラーとか起こったら嫌だけど。あ、来た。めっちゃさすがにまずいです。祝福慣れしてると大変だよね。同じやり方でもいいけど、敵が呪文とか使い出すようになってきてるから、バイキルトとか怖いもんね。悪魔の騎士の大魔導もなんか落としそうですけどね。いいもの、ダメージ蓄積量とかあれすごいよね。アイリン2発食らったら落とされるからね。それはさすがにまずいんで。はいはい、やったぜ。いや、面白いね。勇者の血は脱税じゃなかったってことね。騙したりしてごめんなさい。でも、ここでつまずくようではハーゴンには勝てないものね。さあ、今度こそ受け取って、勇者渇望とその仲間たち。これ使わないとダメ？やっぱり。決戦は近いわ。装備、戦術、経験。可能な限りの準備をして挑むのよ。その呪文があれば、今まで入れなかった場所へも踏み込めるはず。助けになるものが手に入るかもしれないわ。覚えておいてね。ちょっと待て。これ使わなくちゃないよね、結局は。ここら辺も。ここら辺はいいや。
対戦。ちょっと待って、これ。鎖片びらとかいらないのあるから。アバカムの書って、まあ、最後の鍵とかだったらよかったのに。まあいいや、しょうがねえよ。あとは。どうしよっかな。だってこれ非売品多いんだもん。一回戦った方が利口だな。鎖片びらはいくらでも手に入るからね。だから一回戦えばいいってことだもんね。ウサギの尻尾とかって多分エンカウント率下げてるよね。ウバー入る。ウバー派とバイキルト。ドラゴンじゃなくて、歯までゾンビ斬りだったもんね。でも大ドラゴン斬りってのがあるから、これで倍切るとでしょ。だからドラゴンキラーじゃなくてもいいってことだもんね、そうしたら。で、ロトン剣かなんか装備すればいいから、草薙でいいや、とりあえず。今まで入れなかった。待てよ。聖銀の霊気は多分ここだと思うんだけど。賢さが上がる。そこ、ああ、こっちの方がいいんだろうな。吹雪の剣が強すぎんだって。フレイムから買った方がいいよな。最後の鍵って手に入るのかな。ちょっと待って、今セーブしたでしょ。だからこれを何それ、切れ物の種。賢者の書ってなんだ。これが何なのか、使った方がいいのかどうかなんだよね。使った方がいいんでしょうけどね。陰性の文字が解読された。新作これ何、これ今無理やり開けなくてもいいよね。なんだけど、多分ここ行かないとダメでしょ。しないんだけど、絶対正規ルートだよね。ちょっと逃げます。リセットすんで、待って、ここで正規ルートだよね。行き止まりとかだったら別に無理やり行かなくていいってことだもん。ちょっと待って待って、冗談じゃない。ごめんね。
ここ合ってるよな。まあ、行けばいいだろう。いや、ここは来るはめになるな。それなんだったら、ここ行く前に今まで通ってきた場所あるじゃないですか。街の中にもそうだな。もう最後の鍵ってあんのかな。間違えた。何もないとこか。全部、どっちみちアバカムなくなんだったら、アバカムがなくなるんでしたら、なくなるんでしたら、全部今のうち使う。トラマナとかピオリムとか。なんだけど、ちょっと待って。はい、とりあえずね、アバカムを覚えないと来れない扉の奥には階段があった。これがあるってことは、なんか階段も階段あるもんね。セーブ場所あるでしょ。ってことは、ここがちゃんとしたルートなんだろうから、まあ、セーブ、まあ、セーブしないっていうか、まあ、捨てデータね。10ぐらいにしとく。だから、まあ、後で回るとして、ハーゴンズ・サンクチュアリ。なんかイベント、最後の最後に使いたことか。もう最後なんかな。我がなアトラス。あ、いやいや、わかりました。ってことは、アイテム持ったままある程度いけるってことだろ。いや、つまで受けてたっつって。うん、はい。ということで、今回断りたいと思います。まあ、とりあえずどうすっかね。この状態で、ちまて。さっきのとこまで、さっきのとこなんだけど、賢者の書とかなんかいろいろあったじゃん。あんな別に取らなくても多分大丈夫だと思うんだけどね。まだ石になってる人がいるっていうのが、ちょっとね、わかんないんだよ。ほら、増えてるんでしょ。お給部らしいか、普通に会えないかも。あまり詳しいことはわかってないよ。意外と近くにいたりするのかもしれないけど。押し振る量だって。これは迷宮10階ガイアの夜。ちょっと待って、この人石なったままなんだよね。どうすればいいんだろうな。こういうの一番困るんだよね。だ、データ取っといて、進めるデータと、まあ、まあいい。どうしよう。あ、とりあえず、セーブしたでしょ、ここ。アバカも使ってない状態ね。だから、使うとしたらもう全部使っちゃっていいんだけどさ。使わないとなんかもう全クリできないっぽいんで、ここの宝とかもあるけど、フレームからドロップしたいよね。まずね、それだけ取っちゃうか。あの、二対なる魔剣みたいな取ってから、セーブデータ何個かデータ用意して、ね、ここでさ、フレーム出るじゃん。絶対その二対の剣ってやつ手に入るから、それだけちょっと手に入れちゃおうかな。レベルいっぱい上がりそうだけど、多分ドロップすと思うんですよね。アバカムなんかいつ使ってもいいんで、こいつね、絶対落とすから。じゃあ、それだけ今回やっちゃいます。はい。ですね。まあ、ちょっとフレーム落とそうと思ったら、レベルが2ぐらい上がっちゃって、明治パピラスがね、これ落としたんですよ。不思議な帽子。消費 MP を半分になる。だから、とんがり帽子よりは下がっちゃうんだけど、あんま大して変わんないじゃん。これの方がいいんかなと思って、まあ、MP なくなることあんのかな。でも、半分って言ったらいいよね。6でマフィアド打てるってことだもんね。ということで、今回ここに置きますか。とりあえず15番にセーブしておきます。そしたらね、ここからできるんで、まあ、アバカム使っちゃうかなと思ってさ。使うんだったらこことも使いたいけど、別に使わなくてもいけるもんな、こんなんの。アバカムだけだもんね。でも開けないとアイテム手に入んないもんね。
ホトカって何なんだろう。登録率60、小さな湯。あ、そうだ、そうだ、小さな湯、そうだ。だから、まだだいぶ違うよね。ここのさ、扉とかもさ、アバカメで多分開くでしょ。なんかその壺、小さなメダルのような気するけど、あー、だろうな。あとさ、外のさ、この左側とかも行ってないよね。行けるよね、多分。行けないんかな、あの祠。行けない場所結構あんなと思って。やりながらでいいかな。ここって何なん、結局ロンダルキアだよな。ここは試練の祠。伝説に鎧が封印されてる場所だ。よく来たな、カズボーイよ。でもロトの血を引く子孫が全員揃ったか。これお金の近い子孫ことです。何これ。ロトの鎧、険しい試練を乗り越え見事手に入れてみせよ。ここか。どうやら許可が降りたのか。これ通りな。ちょっと待って。なんかありますね、これ。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。まあ、ここ次回やろう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。